皆さんこんにちは、みのりんです。今ポケモン GO にすごくハマっているので、サトシのパンケーキを作ってみました。お家にあるもので作れちゃうので、皆さんもぜひ作ってみてください。それでは早速始めてみましょう。お好きなホットケーキミックスで大丈夫です。水や牛乳の代わりに豆乳を使うといいです。あとは普通に混ぜて大丈夫です。そしたらマーブルのフライパンを用意してください。あとは竹軸を使って絵を描いていきます。火をつけないで冷たいフライパンの上で作業してください。絵が完成したら中火で焦げ目をつけていきます。焦げ目がついたらさっと取り出してフライパンを冷やします。横に濡れたタオルを置いておいて、その上に乗せて冷やしてください。次に焦げ目をつけたい部分を塗っていきます。最後に全体に流し込んで弱火で焼いていきます。ちなみに重ねて塗るときは完全にフライパンが冷えた後でないと変なところで跡がつくので注意です。ちょっと失敗しちゃったんですよね。肌の色とかもドス黒くなっちゃってるし、次に生かします。今度またリベンジしたいんですけども、味はすごく美味しかったのでおすすめです。動画を見てくださってありがとうございます。これからも動画を頑張っていきますので、ぜひチャンネル登録ボタンお願いします。それではまた次の動画で、バイバーイ。